メゾンドルー城北。愛媛県松山市道後日向にある5階建ての単身者向け賃貸マンション。大学が徒歩圏内にあり、学生さんにおすすめ。コンビニやスーパー、バス停も近くにあるので、快適な一人暮らしを満喫できそうだ。ナビゲーターは川本未来。それでは元気あふれる彼女にお部屋の中を案内してもらおう。こちらのお部屋、間取りは 1K となっている。シューズボックスは単身者向けのコンパクトなものを備え付けている。キッチンはシンプルで使いやすい大きさ。上下収納棚には調理器具などをたくさんしまえそうだ。洋室は 6.5畳。大きな窓から明るい日が入り、室内は明るく開放感がある。こちらのシステム家具は見せる収納がとてもおしゃれ。さらに多目的に使えるデスクと実用性も兼ね備えており、とても便利だ。そしてこちらがテレビドアホン。急な来客時でも相手の顔が鮮明に映るので安心して応対できる。特に女性には必要な設備だろう。年中快適に過ごせるエアコン。後付けの必要がないのは時間とお金の節約になり、とても助かる。続いてはバルコニー。明るい日が差し込む東向きとなっており、清々しい朝日が差し込んでくることだろう。さてここからは水回りを見てみよう。こちらは室内洗濯機置き場。雨の日でも気にせず洗濯ができるし、洗濯機が汚れにくいのが嬉しい。バスルームは洗面台付きの2点式ユニットバス。十分な大きさがあり、もちろんシャワーもついている。最後はレストルーム。いつも清潔快適な温水洗浄便座が嬉しい。便座の温度調整、水温調整をはじめ、とても多機能で使いやすい。さて、いかがだっただろうか。内覧もできるので、ぜひあなた自身の目で直接ご覧いただきたい。メゾンドルー城北。快適な暮らしがあなたを待っている。